どうぞヘルメットみんな被ってもらって結構ですんでね。はい。これは誰のバイクですか？彼女です。これ私で。はい、ドラッグストア400。400。いかついね、大きいね。で、ドラッグストアの、ね、250が彼女で。彼女。で、Z1000。ねえ。最速の 14R。あ、ビートさん付け出るんや。ホーラーさんよろしく。イエイ。オッケーです。はい、もう撮ってます。気付けて、もうヘルメットどうぞ持ってきてください。オッケーです。そこ灰皿ありますんで、まあゆっくりしてってください。これは Z1000 何年モデルですか？800。あ、800何年モデルですか？これね、2013年かな。まだピカピカやもんね。はい、ドラスタ250は？これはでもこのレンタル。レンタル。あ、レンタル。ドラスタ400は何年モデル？これ2010年。10年。綺麗にしてんね、でも。キャブ。あ、キャブ最終やね。どこまで買えるの？松原まで行きますか？松原まで行きますか？前のせいだと使えじゃん。高槻の柱を持ってください。行きましょう。ありがとうございます。下道上に行きます。下道上に行きますの？あ、松原まで。そうそうそう。あの、三原で乗ったら500円高いんだよね。もう無視して松原まで行くんですよ。明日が天気やばそうやからね。ああ、そうだ、ビートサインでこの先にあるんですよ。この中間出るでしょ。右手いったら左側。めっちゃ近いですから。よくありますもん、ビートの人も。新型のマフラーとか見てね。前マーク2やったんですよ。Z でマーク2。マーク2乗ってた。だいぶお金返してもらったんでしょ、マーク2やったら。いやもうね。いろいろあったから。でも今マーク2高いでしょ、はい、300万近くしますね。マーク2は高いですね。ねえ、 FCR の39入れて模様バックファイアになってましたね。ちょっと大きいの入れすぎてしまって。向こうやったら、高槻が値上げがだから、ね、Z の店ありますよね。名前忘れたけど、何やったっけな。なかなか気難しいバイクやからね、まあ、そうよう止まってましたからね。もう行き先でも止まってたし、はい、よう分かります。僕もマッハでしょっちゅう止まってましたから。じゃあ一緒にマッハとかもう急所ばっかり集まったんで、みんなよう止まってましたよ。そうでしょ。なんかあの乗せるリアカー積んでんから、誰かが。マッハはようまだパン空いてたんですね。ねえ、楽しかった。いや、どないなんだ。いやいや。